哀れみで見ないで、ちょっと俺のこと哀れみで来た、ナイス、ガッツボギーだよ、ナイスバーディー。相模湖7番、175パスリということで、ドヤバサセカンドシーズン第3戦第6話、ここでね、ドラマが起こるんですよ、ね、さあこのちょっとややこしそうなショートからドラマ起こそう、翼ドラマ起こしました、協力してお互いね、スコアを近づけて3連続バーディーぐらい見たいですね、3連続バーディー、3連続取りとかデイさん、足んないっす、え足んないっす、足んない、足んないっす、あ俺がバーディー取ってば3連続バーディーの3連続取りで逆転ゲームメイクドロさあ話はついたようで、じゃあ7番で、あ、上げてるわ、めっちゃ、あの距離ってどうする、あのちょっと手前ですね、そうだよね、結構戻された、なんか球が止まってたわ、悩ましいな、おお、これはあるぞ、これダボダニじゃね、うわえ何番で打ったんですか、お前何俺睨んでんだよ、お前何俺睨んでんだよ、ちゃんとカメラ収めてるからね、今すげえ睨まれてたの俺俺何もやってないよ、お前下のバリのいやこれわかんねえな、7番ではい、結構上げてそうっすね、うん上げてる、うん、まあまあまあちょっと枯れました、どうだ、あー、OK、で多分映らないですけど、うん、間にあります、俺もヤス君も結構多分左向いてたと思う、まあ、左向いて右に押してたんだと思う、うん、サイさんちょっと左向きすぎてますね、うんだと思うよ、自分でわかる、それはストレートに構えてフェード打つ練習した方がいいですよ、すよ今は絶対にスライスだから、ちょっとずつ直していくけどね、そういうフェーズにはまだ達してないから俺自分で直してんの、そうですね、なんで俺がさ、いつも手回そうとするときさ、いつもビビるよね、俺が手もこうやって回そうと、ほらちょっと怖いじゃないですか、なんで殴られそう、あっ、わっさん、あんだけ学生時代人いじめてたのに、どこ情報、いじめられっ子みたいなキャラにするんですよね、だからそれは、実体験に基づくいじめられっ子感じゃなくて、自分が見てた、いじめてる相手のをトレースしてるだけなんですよ、わかります、僕にはわかりませんよ、そんなんないですよ、浅いよ、浅い浅はかだよ、浅はか、まあ、さバレてんだから、バレてない、いじめてない、バレてないってことやってたんだ、やってないバレてんだよ、翼よくないよ、そういうのいじめダメ、絶対いじめはダメ、うん、うん、ダメ、何も生まれない、うん、いやここなのよ、これをちゃんとパー取る、頑張ってパー撮るんですよ、私カメラ渡すんで自分で撮ってこれますかどうやって撮るのさあ、バッサー35ぐらいあります、はい、おー、ナイス、はい、18ヤード、はい、着座、これはちょっとやばいね、マンチャックリゾーン18ヤード、はい、62で、はい、あー止まっちゃった、止まれ止まれ止まらないよ、止まれ止まれ、えっ、止まれよ、大丈夫か、うん、動きそうだったな、バッター、いやー、まあもう一回戻ってもよかったっす、20ヤード、20ヤード、58度で、58度、難しいな、ああ、当たれ、当たった、危ねえ、当たった、止まってくれた、あー
あぶねえ。危ない。危ない。危ない。こっから入ったら鳥谷なんで。鳥谷なんで。鳥谷。いやでもチャックリゾーンだったっすよ今の。すみません。はい。あそこむずいんだよね。すごいじゃんこれ。すごいよ。それはすごいよ。このショートむずいね。このショートむずいです。落としちゃうと。はい。10メーター。10メーター。パーパット。パーパット。してこっから減速。うまいうまいうまい、はい、入る。ナイスバッ。入った入った。すごいぞ今の下り入れんのは。ナイスパー。ガッツパー。ガッツパーだな。ガッツパーっていうかミラクルパー。ああってあのラインは距離感だけだもん、うん、いやライン読みました。僕10本ナバッと。するよな、投げ方。ああ、速度下らないか。重いな、やっぱ。急減速しましたね、今。ゴホスライスいきます。あ、まいっちゃうか。おっしゃ。やばい、やばい。もう、これか。いや、いっちゃいます。一方、ちょっと。フックです。ナイス。ナイスは。あ、ボギーです。うん、ボギー。あ、そうか。これめっちゃ曲がるよ。曲がります。上りだもんね。上りでフック。2個ぐらい外さなきゃダメ。でも、2個外して強めだったら過ぎちゃうもんね。抜けちゃうんすよね。ジャストタッチのジャスト読みじゃなきゃいけないわけだよね。いや、僕 1.5 メートルぐらい。パッパッと。ナイス。ナイス。ナイスパー。練習した。練習通り。ナイス練習。練習してる。ナイス練習。あ、くそ。ボギー。ナイスパー。どうぞ。素晴らしいね。いや、入れ切りましたね。パープレー。後半そう。すごいね。すごい。やっぱまあティーショットですね。いや本当に僕はそうですね。今日特に。流れが出てくる。ビッグドム。黒井さん連勝。先頭はドヤさん。ビッグドム。ビッグドム。ビッグドム。ジャスティン・ビーバー。ジャスティン・トーマス。和田アキ子。和田アキ子。やめろよ翼お前。そういうの今のはダメなやつだったかな。8番パー4、3どっちか。383383 38 これどっちですか。右左左グリーンです。左グリーンだけどもう狙いは右です。これちょっとあえてですね、ヤス君前これ左のバンカー入れて右のグリーン乗せたんです。覚えてます、うん。ティーアップするとやっぱちょっと捕まるイメージ出ちゃうんで、ティーアップしないで打ってみます、はい、これをやってみたかった僕は今日。踏んでいきます。はい、検証ですね。ちょっと上から入るぐらい。おお、いいですね。落ちてくるところがいかないんじゃない。あ、クラウェイ。ナイス。まあボギーだろ。あとボギーさん、俺バーディーボギーだから。バスさん、一番最後なのにオナーしようとしてたんですか。すげえオナーに仕事してるから。俺ら準備万端だったんですよ。何やってんだよ、翼。さしゃあ、完璧。5番ウッドですか。3番上げてるから、行かないよ。ここからでは、高低差の関係で見えないんですけど、いいとこです。5番ウッドです。ナイス。変かな。ナイス。ちょっと今気づいたことが、サイさんのあの左に振る素振りを入れると回転が良くなるじゃないですか、うん、左サイドに、うん、それでドローを今打ったんですけど、そしたらすごいいい感じになりました。ありがとうございます、サイさん。ありがとうございます。俺のこと下手くそって思ってるけど、そういうところ盗むんだ。いや、思ってないです、下手くそなんで。でも今のは左に抜く素振りいいなと思って。
左に振る素振りか、左に振って左サイドの回転よくしといて、ドロー打ちいくとちょっと左止まったらチーピン出てるわけですよ。まあそれをちょっとあの自分なりに検証してみました。ありがとうございます。生まれない、この話から何も生まれない。もしかして話題作る、話題どうですか最近。あのあっちの方は、おなごさんの方はどうですか。順調、順調ですか。うん、俺にとっては、はい、インスタのフォロワーさん、YouTube のチャンネル登録者の方の女性、はい、みんな彼女なんで、みんなこうやつ、ここへ。そういうブランディングだ。そういう、そうっすね。モテるからな。モテるね。モテますよね。うん、いや、土屋さんがモテなかったらもう、概念変わってきちゃうね。モテるっつってもなんか、みんなモテるわけじゃない。翼もさ、写真撮ってくださいとか、ヤス君とか写真撮ってくださいとかって言われて、いや、何言ってんすか。え何写真撮るのクスをどう、どうやって並べないか。何言ってんすか。やりちんみたいな感じやめてね、業界で噂になっちゃってんだから、やめてください、本当に。ちょっと業界、どこの業界で噂になってんだよ。すいません、めっちゃ熱視してるね。すごいね。ここすごいです。みんな、皆さん、はい、従業員の方々ね。160ヤード、6番やん。はい。あー、悪い癖出た。まあ、なそうだけど。悪い癖出たね、今。体止めて、フェース返して、スライスする。最初に素振りしなかったもんな。盗んだやつやめだったよ。148ヤード、8番ね、8番ちょっと右から、ね、はい、バッターのボールぐらいのイメージ。はい、もう出てる、右出てるね。おー、ナイスオン。ちょっと、うん、乗りました。ちょっと低く出ちゃいました。はい、しょうがない。ナイスメッチ。140ヤード、140ヤード上げてるんで、あ、上げて、上げて。ちょっとでも今後ろから感じますね。後ろから感じたね。はい、ヤス君のボールがなんか風に乗った感じもしたんだよな。9番。ナイス、ナイス。いや、すげえ綺麗なタップ取れた。お、ここのホール難しいっすよ。これ、このなんか四角い。ああ、ほんとだ、綺麗な。この長さといいね。はい。久々。見て、同時滅しちゃった。今の感じ良かったな。うん、素晴らしい。うん、入りが。ナイス。綺麗に向いてるもんね。はい。だからちょっとフェースが若干、まあ、風はね、ちょっと右から来てるもんね。はい。このホールむずいっすよね、普通に。このホール難しいっす。刻まなきゃいけないし。はい。まあ、距離残るし、ロングアイアン、まあミドル系になりますからね、アイアンが。意外とそういう方が、うん、もう一回の長いのですごいよ、あれ入ったらすごい。この後ろってこれ何なんですか、このマークが。え、これ何、このマーク縫い目じゃない、あえて出していいんですか。でも、うん、なるほど、おしゃれってことか。ん、広がんないよ。広げて、いやいや、拾って。そこは気にしてないからさ。本当ですか。今のカットしないですからね。振りって難しいですよね。非常に。初めて髪の毛落ち着いた色してんね。そうですね。どうしたの。黒じゃない。もうちょっと、これ黒じゃ、黒じゃないんです。アッシュ入れてん、シルバー入れてんね。そうです。バッサンアッシュ、クッ、バッサンシルバーアッシュ、クッ。翼アッシュって言って、翼アッシュ。忘れてました。自分で言ってたんだから、お前それ。自分瞬間瞬間で出るやつで言っちゃってる。瞬間で出るやつ覚えとかないと。そうそうそう、自分のものにしたの、はい、でも行きは覚えてたわけだろ、もうずっと。そうです。もういいんじゃない、2年引っ張ってきてから。いや、これはやっぱいろんな人に言われますよ。バッサン、次のネタ、次のギャグを、ヒット作を生み出してしまったがゆえの苦悩です。うん、苦悩です。生みの苦しみですね。すごいことですよ。なかなか味わうことができない。そうですね、ありがたいです。15ヤード、はい、バーディーパット、はい、お、来た。あー、風くー。いや、打てない打てない。今日下りばっか打ってんな。12ヤード、はい、
お、打った。打った。めっちゃ打ったな。うまい。来い。うわー、おお、おお。回り込んで、Uターンしてきた。ちょっと重くなってます。いや、これ最後、急激に登ってるんですよ。登ってんだ。はい、俺がすげえ速いってことです。そういうことか。ヤス君のちょっと外ぐらい出さなきゃダメだよね。いや、そんな曲がんないです。そんな曲がんない。はい。ヤス君のちょい内側ぐらい。はい、ヤス君の内側っすね。じゃあ僕、7メートル。はい。あー、切れちゃう。あー、惜しい。めっちゃ切れんじゃねえかよ。これさ、お前結構薄く読むよね。ちょっと薄めに、すいません。ちょっと男出しちゃうんです。すいません。僕じゃあパパッと。はい。2メートル弱練習してる。ナイス。素晴らしい。今のパターいいっすね。やっぱあのぐらいが練習してるから。うん、ね、家でも練習しなきゃダメなんだよな。1.5メーター。はい。4時から入る。4時。来い。くっそー。OK。いやー、入ったと思ったな。あれ、今右抜けていきました。左。左か。ちょっと弱かったか。うん。ちょっと受けてたっすね、やっぱ最後。そうっすよね。うん、いや、難しいラインだった。ちょっと1個出っ張っちゃいました。後半。はい。最後ロングですか。最後、ミドル。最後取りましょう。いや、はい。次どこでやる。はい。次どこでやる。次ですか。アンタゲツ。もう決めとこうよ。一番にしようよ。イエスカン。イエスカンじゃん。イエスカンとリークラブ。オレンジ。一回目、あ、でも二回目は勝ち抜きだったのか。はい。そうで、3回目が上の方で、4回目がサミットだったの。サミットか。そう、サニーとかも来ましたよね。サニーフィールド。サニーフィールド。そうだったろ。サニーやばいっすね。あれならもう全泊ですね、はい、バスさんはね。ビレッジ行く。リベンジ。リベンジビレッジ。行きたいですけどね。ね。行きますよね、次。みんな期待してるよ。でもその期待を3人で裏切ろうよ。ちょっと。そうっすね。うん。行くんだったらね。もう連弾もして。そうっすね。3人で。連弾もして。パパっすよね。うん。さあ、俺が13オーバー。13。俺、10です。ああ負けてるか。バッサン、ツオバ。ツオバ。いや、来たね、最初俺ね。来ましたね。うん、勝負の。ああ。ここ意外と事件起きるんだよな。よ、ここ。俺、ここ、翼ね、あんま得意じゃないような気がするんだよね。あ、ここですか。なんかみんな、うん、なんか結構ボギー率高いっすね。そうね。右にやって。そうそうそう。はい、9番ホール、パー4。366ヤード。さ、最終ホールになりました。ドヤバサ対決。はい。第3戦、6話目、最後。翼。はい。宣言しな。はい。何取る？僕ですか。うん。バーディーっすね。じゃあそれ宣言外れたら。サイさんは？バーディー。バーディー。宣言通りの方が勝ち。わかりました。あ、いいの？いいっすよ、いいっすよ。いいと思う。まあ、このホールだけってことですけどね。いや、全体。全体はだ。それはダメダメ。よくあるじゃん、テレビで。最終回答したら1000ポイントみたいな。ダメ？はい。うん、まあ、ちょっとそれはね、また。またって。うん、安組のあれではないですよ、それは。ダメです。真面目に答えてる。何言ってんすか。じゃあ行きます。はい。サブグリーン狙い。サブグリーン狙い。ちょっとごめんなさい。あの今ね、妥協してた。ティーの高さが入んないなと思って、ちょっと高々ティーで妥協してたけど、ここはちゃんとしなきゃだな。高乗りティーにします。うん、高乗りティー振り切ろうよ、ね。飛んでる。いや、飛んでるよこれ。一応カートの右にあるけど、いや、すごい飛んだと思います。カートの右に着弾したけど、うん、あったらもうグリーン手前まで行ってます。あれ、つばさ、はい、最後はやっぱ振り切んないとさ。最後振り切ります。うん、安ゴルの掟として。知らない間に掟ができてた。いや、大事ですよね。うん、18番はもう明日へつながるショットだからね。ほら、また右行ったよ。これでも大丈夫か。うん。あんな顔。明日に繋がった？明日には繋がりました。ちょっと今ので力んだ。おー、ナイス。
ェアウェイでいいぐらい。うん。バッサンのちょっと。ナイス。いやまだまだ練習が必要か、パターも。パターは、はい、昨日か一昨日電話で、はい、俺練習してるけどお前大丈夫って言ったじゃん。はい、俺パターのこと言ってたから。違う。何？俺めっちゃ調子いいぞって言った。まあ大丈夫かって言って。ヤス君とかと回った時どうだったんですか？スコアはそんなだったけど、うん、もうショット全然曲がんなくなって。うん、頼むぞ、練習しとけよって言ってました。今何だそう。11打差。こんな離れたことないんじゃないですか、今まで。11打差は。まあそうだね。うん、ないなぁ。そうですね。この間、メイプルは、ね、どやさん何でした？俺でも、あれ凍ってたもんね。80いくつだったと思う。お前がそのメイプルでこんだけ離れてこう、あ、こういう気持ちでゴルフしてたんだなって身に染みて思ってやっぱ90ってすげえやっちゃってんなって思うよね。そうっすね、取り返しがつかないです。何やってもうまくいかないなっていう感じだよね。全てが、うん、悪い方向だよね。さっきのサイさんのロングのセカンドのボールの沈み方みたいな流れがありますよね。バスさん、いや、その奥の木の綺麗だもん、ボール。あれだったら流れ落ちてる。これだ。おい、何がバンカー手前まで行ってるだよ。左打ち案件じゃん。最後の最後に技を見せるな。でもあれもアンラッキーですよね、本当に。いや本当ですよ。なかなかあそこにつかないですもん。つかないですよね。10946で46。あれちょっと見えない。あ、乗ったかな。まあまあ、ギリっすね。ちょっと今普通にバスさんからじゃねえのかなって思いながら打ったら失敗しました。そういうね、心の乱れって関係あるから、うん、確かに言えばよかった。いや言ってよ。普通にバスさんの方が遠くないですかって。109ですよね、やっぱり。はい、なんすか120って出てる。なはずないでしょ。ここ116って、まあでも114。やっぱバッサーの方が遠いっすね。そうです、うん、失礼しました。うん、ピッキングで。はい、あ、ちょっと左か。でかい、でかい。まあ、綺麗に止まったんじゃない。ナイス。どうですか、このドヤバサは。まあ言うて僕負け越してますからね、かなり。まあね、そうですね、はい、そういう回もあると。そうですね。そしてね、バスさん待望のショットがこれから行われます。行われます、はい、ワンチャン出てこれんじゃねえかなっていう、うん、見えますよね。ドヤさん、バスさんが本当嬉しそうっすよ。よく喋ってんなって思った。よく喋ワンチャンこれ出られねえんじゃねえかって。いや、マジでこれどこも打っていけない。こっち打っていこうとしても木邪魔になるし、こっちに打っていこうとしてもこっち打てないし、じゃあこうやって打とうかとしても木があるし、すごいっすね。アンプレですか。打つよ。打ちますか。そこはもう、うん、こっから乗せられないから、うん、とりあえずあっちに打っていく。ティーグラウンドの方打っていって、うん、そこからティーグラウンドの方だったらこっち打てるよね。空いてる方で打っていくと。この枝がめっちゃ気になるんだよ。ああ、確かに。降ります。取ったらダメでしょ。ペナルティーです。はい、プロはどうやってこれを上がっていくのかっていうことですね。うん、ちょっとね、もう最終組終わってますんで、あちら打たせていただくと。2打目。9番アイアンでいきます。9番アイアン。怪我だけしないように。9番アイアンであそこは登っていくからな。もう何ヤードとか関係ないからな、うん、この広いですこっちの方、空いてる方向60ヤードぐらいだから、まあでもこの逆に言ったら別に6と関係ない。7でいきます。7じゃ当たんない気がする。マジで第6話の男だなこれ。入って。大丈夫ですか。一番行っちゃダメなところに止まった。ここしかないディボットみたいなところ。ここで打った人がいるんすかね。いるんですね、これ。これ、ここで来た人はいるんだ。過去の偉人たちがしっかりディボットです。いやもうこれはボギー、隙間狙いって感じですか、うん、じゃあ何や、60ヤードぐらい、はい、9番で、はい、お、うまい、ここ抜けた。よし、ナイス。まだ終わってないから
まあ諦めてないから俺。まあ勝負を勝負を。どうやって勝つつもりなんだ。あバンカーか。バンカーのしかもアドレスが。僕28ヤード。はい4打目ですねでも。4打目入れればパーだから俺結構狙うんで。入れに行く。うわーめっちゃ中途半端だなこれ。マジ入れようか砂に入れようか本当にアンラッキーっすねそれねそういう日なんだろうなうわいけいけある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 いやナイスナイストライ死んでるな楽しんでますね、はい、左打ちから謎のビボットを経て、はい、でもボギーチャンスですからねボギーチャンスマジすごくないですかじゃあこれフックラインに沿ってフック系のイメージで、はい、逆目だなちょい逆目これパターいきます俺はパターできますよサイさんはアプローチでいきますよね多分いや俺パターでいきますパターでいけるならパターでいきたい、うん、最初のその上りだけクリアできればっていうところよね、うん、上りは7フィートだから独自のフィート数教えられた9ヤード9ヤード7フィート7フィートブック結構来ると思うんで3打目はいちょっとしっかり目打ちますちょっと強いかあーちょっと強いやっちゃったなちょっと7フィートに惑わされちゃったね7フィートだったよねあんぐらいちょうどよかったいやグリーン乗ったら9フィートだから11本はいバリパティ決めようぜ翼さあバーディーパットもう来てるああ来た来たああお先はいお先失礼します、はい、ウィニングパットじゃあ俺だからウィニングパットあうん、まあいいよ、まあもう先に上がってて、俺ウィニングパットこのホールの技結構切れました結構最後弱くなると切れましたね 2.5 メーター 2.5 うまいうまあーどうおぉナイスパーナイスパ ー, スパー後半ワンオーバーナイスナイスこれ重要だからなこれちょうど練習した距離ですねちょうどこのぐらいの距離だよな。じゃあ気持ち入ってるから。あ、はい。すみません。そうだね。はい。ボギーパット。ボギーパット。これ入ればもう。ああ、押した。アスヤの一打。アスヤの一打。これ入れたら勝ち。さあ。よし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 。ああ、よし勝った。自分に。自分に勝った林林土バンカーまあ入ってればね面白かったそうですねティーショット以外全部ヤバいライでしたねこんなん初めてだよ行くとこ行くとこヤバいライなんでありがとうございました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 伝説生まれましたね楽しかったですけど、ね、いやかつてないゴルフでしたね、はい、ドヤさん史上そうだね、うん、いやすごいみんな喜んでくれてると思いますね87か87いやもうスコアだけでは表せない、はい、そうですね、うん、内容がもう濃すぎて、はい、なんかもうこんなになんかゴルフで喜怒哀楽がもう入り乱れたの初めてだいや俺過去一土屋さんの目がいっちゃってる瞬間見たんで見ましたねマジであのショートあのショート25ヤードぐらい飛んでますシャンクの後、はいあれやばかったですね。あれ顔いっちゃってるの映ってっかな。いやーもう本当にね、まあ楽しかったですね。まあ、ね一応、スコアとしてはバスタン74。はい、74です。で、87。僕は82かな。はい。13度もついたか。うん。バスタンの勝利と。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でこれでセカンドシーズンは2勝1敗ですね、土屋さんが。2-1で取ってると。はい、まだわかりませんが。まだわかんないです。このセカンドシーズンが、いつ終わるのかもちょっとわからないんで、うん、何戦あるのかもそうですね、うん、まあ一応今年ってことにしようかな、はいはいうん、セカンドシーズンいつから始まりましたセカンドシーズンは10月ぐらいいや去年だよね12回で1回あれにしてるのかそうかということでまあじゃあ12戦あるんでまあでも良かったっすね
僕は。いや、まあ、ナイスプレーでしたね、結局のところ。はい、ありがとうございました。まあ、あんだけ言われましたから、2日前に。お前しっかりやってこいよって念を押されましたんで、わざわざね電話してそれを言い合うような関係性が安五郎のいいところだとそうです皆さん思ってくださいどうしてドヤさんエンターテインメントのようなゴルフを、まあ本当にジェットコースターみたいな、いや俺は本当良かったな今日よかった本当良かったもっとやってほしかった、だからね本当に初っ端だよね、出花くじかれて、でその後シャンク OB して、その後イーグル取って、あもうあの時点でやばかったそうそうです、遠い昔のことのようですけどスタート3ホールやばかったやばかったですね、だからそっからまあ落ち着いてなんとか6オーバーで折り返して、で午後、まあ、6月だからなんとか食らいついて頑張ろうと思った矢先の2番のロング、うん、OBOB、うん、セカンドねそうそうあれ切れてたな、あれは切れてましたね、セカンド OB、 それで9叩いてその後が行っちゃってたんだよね俺、あその後のショートか、その後のそうそうそう、でその前半はその後のショートビッタ、そう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 、まあ、なんかなんかそうロングロング、そうだって結局その3ホール以外は2アンダーですからね、そうそうそう、そこでなんかおかしくなって、なんか変にで最終ホールもなんかもう明日に向かってっていうのまあいつものね歌い文句ですけど、明日に向かっていったら全然明日に向かってなくて最終やばかった、もうなんかアンプレだろみたいなところに、はい、マッサンが ね口でかなり言ってました、言ってましたね、自分では気づかなかったんですけど、あとドヤさんがミスるたびにめちゃくちゃ笑ってましたねこれね、カメラ撮りながらも笑ってるのガチ笑いですよこれ俺になんかめっちゃ目線送ってくるんですよこれ映したかったないやまあでもね、まあ自分で言うのもなんだけどドヤバサじゃないですかね、まあそうですね、これがゴルフですよね、で普通なんか他の人と例えば猫さんとかやってる時とか出ないもん、なんかそうっすね、わかんないけど、まあまあショートで9やるぐらいですねやってんなやってるわまあまあまあでもね、僕一応ティーチングプロでね、まあ、教えてる身なんですけど、俺でも打ちますよ別にそのね笑われてもね、まあ、これが本当の僕なんで、いやリアルな、うん、俺はいいと思います、いやだって、まあ、正直本当アンラッキーも重なったじゃないですか、まああの状況になったらうまいのプロでもやっぱそうなるんだっていうのをちゃんと身をもってこう、だからそれをやっぱちゃんと受け入れないとやっぱね、そうそうそう、うまくなることもできないしっていう話じゃないですか、そう失敗するごとにやっぱりなんか変えていかなきゃいけないって練習して、まあ、でそこからまた崩したりするし、でもそこからダーンってよくなるから、アマチュアなんてみんなすごく理解しやすいですよ、だからそこでなんかみんなも本当にダメな時とか、まあ超えていくみたいな、なんかあるじゃんなんだっけな、え？バネ、バネバネ、うん、バネにしてバネってよかったやられちゃった羽台にして、なんとか台にしてこう、まあ、超えていくみたいな、自分を超えていく、はいはいはい、うん、これを糧にねそうか、そう、いや、そうそう、そういう感じです、まあこれを糧にして、まあ、みんなもなんかね、僕を見て勇気をもらった方々もいるんじゃないでしょうか、いや、いると思ういや、俺は勇気もらったんですよ、本当にそのおかげで俺、後半いいプレーできたそうそう、まあ、マジでなるほどね、うん、まあ僕はやっぱり今日落ち込みましたと、でも次のドヤバス対決までにはまた絶対に負けねえぞっていう気持ちでできるんでね、そうですね、練習しますよ、まあまだまだ続きますから、はい、まあ、またねちょっと次どこのコースか分かりませんけど、はい、セカンドシーズン第3戦、終了いたしました、はい、バスさんおめでとうございます、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、それでは、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターもやってますんで、ぜひフォローお願いします、次回の動画でまたお会いしましょう、バイバイ、いっちゃってる、いやこれは来るな、コメントが、あいつは下手くそだって、来ないですよ、え、来ないっす、来ないっす、俺今日叩いてんのに悪者だぞ、なんかお前のことなんかやってきて、叩いたら、いや悪者、俺は悪者、僕が悪者です、今回ずっと笑ってましたから、笑ってました、ずっと笑ってましたんで、俺は笑ってサイさんを守った、今回はそれがカメラに映ってねえんだよ笑ってんのかカメラ外でクソカメラ外カメラ内では全然みたいな感じでやってるけど、いやいやいや、カメラ外ではすげえ笑ってっから、いやいやいや、そんなことないですよ、まあでも
本当に最後の左打ちもすごい良かったなって思います。ん、ビレッジ行こう、ビレッジ、ビレッジ勝負だ、行くか、これが行く、あーやばー、痛い、あーやばー、ちょっとやめてください、あーやばい、やばい、やばい、すごいんだよな下げもんだったな